ポシェポシェ。おいっすー。ダダーン。桜でございます。こんな感じのボディを持ってる桜。ナデン桜。ダーンと。はい。ナデン桜満開でございます。満開、そしてもう散り始めてございます。こんな感じで綺麗に咲いてくれましたナデン桜の花。今日の本編はね、山もみじ、未生40年の山もみじの見摘みやってたんですけど、ちょっとね時間的に余裕があったので、おまけでもう一つ動画撮って投稿しようかなと思っております。はい、ナデン桜ね、こんな感じで満開咲いてくれました。いやマジ素晴らしいですね。めちゃくちゃ綺麗な桜です。はい、でこうやって置くと画角に入りきらないんで、本編としてはね使いづらかったので、ちょっと番外編ということでここでね作業をしていこうかなと思っております。今日はねこの花をね全部摘み取る。ほいほいほい、こんな感じで摘み取る摘み取るで、花後の手入れをねやっていければなと思っています。この木はね10センチ以内に収めるとかそういうことは、ね、考えてないです。もう大きく大きくしちゃって、もううちのシンボルみたいな感じで綺麗な花をね咲かせてもらう、毎年花見を楽しめるレベルまで大きくしていこうかなと思っているナデン桜さんでございます。いいね、葉付きのピンセットがガンガン入るわ。この花の絵の部分、桜ってこう絵の部分があるじゃないですか。この部分がすごく柔らかいんで、葉付きのピンセットに相性がいい。花落とすための、はい、めちゃくちゃ簡単にこれでスパスパ切れます。はい、そんな感じでざっと桜の花を落とすだけの動画となりますが、しばしお付き合いください。じゃあざっとね花を落としちゃいます。はい、花落とし終えました。いやーすごいですね、めちゃくちゃ綺麗。なんか色ないかな、なんか綺麗な花欲しいな。これでいいかな。こんな感じでマジでめちゃくちゃ綺麗です。桜すごく綺麗。こんな感じの花がねいっぱい咲いてます。咲いてました。はい、でこれ花びらがねまだ一枚一枚こうやって散ってくんで、これそのまま棚場に放置してるとそのうちね棚場が全部花びらだらけになっちゃうんで、まあ汚れる前に掃除するっていうのも一つの手かなと思うんで、今のタイミングで落としちゃいましたよと。一回花びら捨てさせていただきます。はいと、これで花を落とした後の姿が見れるようになりましたよと。でこの木はねさっきも言ったんですけど、大きく大きくしていきたい。で一応ねここに低いところに枝もついてるんで、まあちっちゃく、多少ちっちゃくすることはできると思うんですけど、ちょっとね幹が去年やられたっていうのもあるし、ちょっと樹勢をね落とさないためにも一旦放置、もう剪定しないです。剪定せずねこのまま放置してギュンギュン伸びてってもらって、まあ、もちろん不格好なのは分かりますよ、気づいてるというかもちろんではあるんですけど、どこまで使えるかな。最悪ここまで落とす。で次の案としてはここまで落とす、ここまでとか、あとこれまで生かすとかね、ここまでバシッと落とすとか、まあ、ちょっとどこで落とすか、どこまで切り戻すかっていうのはね、いろいろ案はあるんですけど、とりあえず放置ですね、今年は。放置して、もう少し大きくなってもらって、まあ、ちょっと背高くなるとね、この風に煽られやすくなって、この、こんだけでっかい鉢、これ4号かな ?4 号のナオン鉢に入ってるんですけど、この鉢でもね、倒れたりするんですよ。風が強いと。だからあんまり背高くするのも微妙だなっていう気持ちはあるんですけど、
こいつはもっとね太らせたい、女性を乗せたいんで一旦放置します。倒れるの覚悟で放置して私もね元気を育てってもらいましょう。綺麗な葉っぱも出てきてますね。こんな感じで桜っぽい葉っぱが出てきてる。いい感じいい感じ。お、桜餅食いたくなってきた。はい、そんな感じで番外編最後です。